さあ、お久しぶりでーす。ね、確かに久しぶり、うん、久しぶりなのかな。1ヶ月ぐらい前ってもう久しぶりになっちゃうのかな。1ヶ月以上じゃない？え、うん、嘘だ、まだ2ヶ月ぐらい経ったんじゃない？え、そんなに経ってる？3ヶ月ぐらい経ったんじゃない？やっぱ人より3倍なんか早く感じてる。エペも久々やしな。やっていくうちに。今回あれでしょ？出る方いらっしゃるんじゃない？おっと？誰だよ。誰なんとこの4人なら、うん、あのポイント4人でも有り余ってます。マジか、マジか、最高やん。ガチ4人で突撃するか。4人で行こう。4人で。アキちゃん3ポイントでしょ。うん、ルーキー。え、ひまちゃんは 7？ わかんない、なんだろう。私はダイヤ、ダイヤいくつ？ダイヤすごい。ダイヤだと思う。ね、ね、リスナー、そうだ。チョコ先生、最高ランクいくつですか？え、チョコいくつだろう。みんな、わかりませ ん、 ん、うん。プラチナらしい。おぉ、私はダイヤらしい。ってことは、チョコ先生4ですね。私も4なんで、もうこの時点でまだ。うん。さす7なんで、あと1人いけます、なんなら。すごい、すごい。5人で、じゃあ行こう。いけるな、いけるね。チョコ先生、老婆に合うな。いきますか。確かになんか、オクタンのイメージが。チョコセクシーだから。あここ行きましょう。まあ、老婆が一番セクシー担当なの、エーペックスの中で。セクシーセクシー。セクシー。先生、口担当だぞ。見逃さなかったよ、今、噛んだの。もう早い、もうダメよ、そんなの見逃していかないと。え、アキちゃん何担当なの？え？プロライブの。え、まあ、まあ、元祖セクシーかな。元祖。元祖。うん、やっぱ1期生の中でやっぱセクシー担当ではあったかな。わかる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 よ。わかるでしょ。でも、チョコ戦が、もう、その、入った時点で、見た目でまずセクシーが叶わない。もうだって。もう、せやな。うん、ドセクシーすぎるからね。そうそう。だから、可愛いヘルシー、セクシーを目指してる。ヘルシーセクシー、健康的セクシー。うん。可愛くてね。はい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 。そう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 。健康寄りかな。確かに、あきちゃんちょっとフレッシュな感じする。あ、そうそうそう。確かに。その辺をちょっと狙っていこうかなって思っています。いいね、セクシー。今も2時3時で。うん。その立ち位置みたいなとこあって。あ、セクシー担当。嘘じゃん。セクシー担当だから言うて。ひまちゃん。うん。もう佐々木さくちゃんっていう人がいて。佐々木さくちゃんと一緒にセクシーで売られてる。2時3時に。本当に？合ってるこれみんな。ピマズアンリスナーさん合ってるこれ。本当にもう確かにセクシーってやっぱ内なるものですからね。やっぱり見た目とかではなくて。確かに確かに。うん。だからあるんで。この間セクシー6周年配信とかしたもんね。セクシー6周年配信。いやいや、そんな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 、まあ、感性は人それぞれですからね。いやいや、そうだよ。え、そんな攻めた配信してるんだ、2時3時、すごい。あ、物好きって言っちゃってるよ。マジか。気になる。知らんかった。ちょっと勉強不足だったかも。初出しみたいなとこあるかも。初出しマジか。セクシーしかいないじゃん。え、そうだよ。ゲマズはセクシーだから。セクシー担当か。なるほどね。セクシー枠があるんすね、ちゃんと。それはそう、どこの、あれもあるんじゃない、うん、やっぱ大きい企業さんは。まあ確かに確かに、ないと言えば嘘ではある。じゃあ、なんかセクシーなちょっとファンアートとかぜひちょっと書いてもらえますか。全員セクシー担当なんで。それ。いや、来てる、来てる、来てる。上から、上にいる、上にいる。うなーん。あなん。あ、強っ。あ、ごめん。あ、
ッケーオッケーオッケー。え、近い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 。足音が近いです。そんなことないわ。442だ。え、強っ。おーほー。あの人、人がいるわ。やばい。あ、来てる来てる来てる。頑張れ。うわー、ひまちゃんに何するの。強っ。やばい。死ぬ。いっぱいいる。あの人やばいね。やばい。アテ感エグい人いた。ね。ハット癖。あれが未来のアキちゃんか。もう未来のあの姿。もう未来のアキちゃんは目が合ったらもう敵死んでるからね。今まさにその状態だから。未来のアキラズですあれが。4人おもろいな。ね、もうすぐマッチするのいいね。ね。え、もうずっと会っていいんじゃないかこれ。会ってほしい。確かに。うん。いや、すごいなってか、パッドいいなって思っちゃうな。お、やる？パッド。おいでよパッドの森。パッド森。パッドな、うん。え、でもまあ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 、ひまちゃんはね、パッドなんかつけなくても。いけるんじゃないですか。パッドなんかね。なんかね。なんかね。そんな貧乳じゃないでしょう。流行らなくてもね。うん。そっち。そっち。なんかすごいな。うん。パッドにはパッドの苦労がねあるんだけどねっていう話を聞きましたけど。ありそうだよね。うん。パッドはみんなそう言うんですよ。ね、難しいよ。なんかちょっとそう言うんですよ。ちょっと難しいですよ。いや、 PC の方が難しいね。まあ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 、これ始まる。ボタン何個あると思ってるんですか。いや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 。ボタンの数では勝てない。なんとあきちゃん、はい、こっちです。それやばいね。そっちこれやばい。あきちゃんそれ行き過ぎか。行き過ぎちゃった。ちょっと行き無視なくて行き過ぎちゃった。求めて求め続けた結果。求め続けた。ちょっと配動しとこう。いいことだよね。いるいるいる。ここにいます。ほら、こっちにいるって言ってた。いるって言ってた。怒られてる。距離遠いんですね。うん、ちょっと遠いな。ベニちゃんこっち来れる。いや無理無理、ごめん、死ぬわ。割れてる人でいいや。おー、すいません。すいません。もう何やってるの。今学んでいます。はい、来そうだね。見るな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あったかいです。そうだなんて、わざわざこんなところに。来ないよ来ないよ来ない来ない。あ、いる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 。うわあっちゃん起こせる？オッケー、いって。あー、ちょっとパッと慣れてきた。あ、ちょっとずつ慣れてきたよ。なんかスラジャンとかさ、なんかこの間一緒にベニちゃんやったじゃない。やり方は覚えてきてたけど、すぐなんかできないみたいな感じだったのね。はい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 。だけどコメントでさ、あ、スラジャンとかも知らないもんねとか書かれてて、いや、できないだけじゃボケーって思いながら、うるさいなーって。知ってるのにね。今練習してるもんって思いながらやってた。一回いるね。一人や。二人いた。三人いた。でも敵の溶かし方いい、強い。あんた。もう真正面だった、はい、うん、あの近さはもうすごいね。さすがにね。やっぱジブよな。白くまくまさん可愛いよな。可愛 い。え、白くまジブ持ってるの？チョコ先生。そう、可愛くて。白くま好き。可愛 い。よね。可愛 い。一緒に行きます北極とか。え、北極は大丈夫。北極は大丈夫か。景色のいい感じで、いい感じの白クマ見れるとこ探しておきますよ。え、でも白クマ可愛くて、今ネイル白クマよ。白クマがスイカ食べてるネイルしてる今。白クマスイカ食べんの？夏の。ちゃんと季節に沿ったネイルするタイプか。いいね、いいね。いいな、女子力とか。え、みんなネイルとかしてる？まあ、してるかな。
水眼に何かないな、うん、マグネットネイルとちょっとシェルを入れて夏っぽさをね演出しちゃう。いいですね、いいね、トレンドだね。ベニちゃんは？私ぷっくりネイル。あ、ぷっくりネイル、いいね、いいね、いいね、いろいろやっぱトレンドあるよね、ネイルもあるね。マグネット系はもう1年前ぐらいから流行ってるか、ずっと流行ってるね、うん、かわいいもん ね、 ね、今男性リスナー、うん、美味しそうみたいな感じで、ちょっとここ女子力高いんじゃないですか。ね、ピーマちゃんも今なんかついてる？ついてるけど、うん、本当はね、うん、今めっちゃ短い爪。爪長いとゲームしづらいゲームが多くて。わかる。はいはいはい。なんかいいよね。リスナーの分かってなくて思う。うん、金です。そんな下敷きあるよねっていうコメントおもろい。下敷き？スカルプコートはもう白あん。ああやばいね。トップコート確かに白あん。あやばい落ちた、ごめーん。落ちた。あここでやってます。あーここ。床ないやんここは。あっちゃーん。おい。V サイのマップここだけで大丈夫そう。やだ、ここだけはやだ。V サイのマップなんだ。ここなんだ。やばいね。落ちるとこ結構あるよ、ここ。いや、怖すぎ、ほんとに。イェーイ。はい、はい、ポンポン。せーの、ゴーゴーレッツゴー。